も知らない夜明けが明けた時、街の角から素敵なバスが出る。若い二人は夢中になれるから、狭いシートに隠れて旅に出る。昼間のうちに何度もキスをして、行く先を尋ねるのに日暮れにバスもタイヤをすり減らし、そこで二人はネオンの字を読んだ。ホテルはリバーサイド、川沿いリバーサイド、食事もリバーサイド、おおリバーサイド。チャンネル登録もよろしくお願いします。